富士大学ファイティンアワード。富士大学の部活動を応援する番組、富士大学ファイティングアワード。この番組はぶらりと気楽に一人酒、大人家族の団らんに仲間とワイワイ飲みニケーション、双葉町居酒屋のんき屋と花巻市下根子にある富士大学の提供でお送りいたします。はい、今日も始まりました、富士大学のファイティングアワードです。このファイティングアワードですが、おかげさまでスポンサーがつきました。よろしくお願いします。オフナットの FM ネマラインでお聞きの皆さん、今週も最後までお付き合いお願いします。ぜひ番組にもメッセージお待ちしております。今日は富士大学のテニス部、公式テニス部のお二人に来ていただきました。さあ、元気にお話お願いします。ではですね、キャプテンの福井めぐみさん、自己紹介お願いします。はい、富士大学3年のテニス部主将の福井めぐみです。山形県出身です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして男性の田村くん、お願いします。はい、同じく富士大1年の田村雄介です。福島県出身です。よろしくお願いします。はい、今日はお二人方ですね、山形県そして福島県ということで、はい、東北出身ということでよろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介ちょっとですね、キャプテンということで福井めぐみさんにお聞きしたいんですけれども、山形県ということなんですが、まあ、富士大を選んだきっかけをお願いします。私が入る前の年からずっと強くて、うん、はい、それで、はい、こっちで強くなろうと思って入りました。はい、ありがとうございます。今、部員数は全部で何名なんでしょうか。7人です。うん、内訳はどうですか。男子が5人で女子2人です。はい、ありがとうございます。田村くんは何年生ですか。今1年です、はい、はい、1年生ということで、はい、相馬の東高校出身ということですね。はい、先ほど打ち合わせでもあったんですが、野馬追というのが相馬市有名ですけれども、はい、またここでですね、解説をしていただきたいんですが、どのような野馬追というのは、馬にまたがって競技をするんですけど、はい、いろんな競技があるそうですね。レースをしたり、騎馬戦みたいに、なんか馬に乗って追いかけたりする感じですね。はい、実際見に行かれたことはあるんですか。まあ、ないんです。あ、そうなんですね。ないんです、はい。あ、なんか馬に乗りそうな体型なんですけどね。田村くん、ゆうすけくん、はい、小柄で、身長何センチくらいなんですか。70ぴったりですね。おお、そして公式テニスということで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、普段ですね、あの公式テニス部は、まあ、どこで活動しているのかと、どのようなトレーニングをしているのかを教えていただきたいです。はい、お願いします。冬はスポーツセンターを基本に、はい、はいはい、やってて、トレーニングは基本体幹をメインで、体幹、はい、をやってます。はい、あのテニスって全身運動だと思うんですが、やはりお二人は今はですね、黒い服を着られているので分かんないんですが、筋力はかなりありますか。はい、太いですね。そう見えないですけどね。ということで、テニス歴を聞きたいんですが、始めたきっかけと、何年生から始めてるのか、まあ、何年生というか何歳から始めてるのか教えていただけますか。小学3年生からです。はい、小学校3年生から、ね、はい、田村くんは、小学1年生からです。はい、やはりですね、あの小学校というと、まあ、部活もないですし、あの身近なスポーツというとやっぱりサッカー、野球、バスケットというようなイメージがあるんですけども、なぜ公式テニスを始めたのかなというのをお聞きしたいんですけれども、最初いろんなスポーツをやってみようってなって、はい、そして
テニス申し込んで、うん、ソフトテニスと公式間違えて、あ、そこからハマってあ、本当はソフトテニスだったんですね、はい、公式に入ってみてどうでしたか。入ってみてというかイメージと。いやでも最初全然分かんなくて入って、テニス全部一緒だと思って、うん、でそしたらもうめっちゃ仲良くなって、同じ年の女の子がいて、うんうんうん、だからもうこの子とやりたいっていうのが、そうなんですね、はい、かけです。まあ、あの公式と軟式というものがね、どのように違うのかまた後ほど質問したいなと思うんですが、田村くんは初めてどうでしたか、はい、周りのお友達みんなサッカーとか野球じゃなかったですか。あですね、野球とかサッカーがみんな多くて、うん、はい、まあ、テニスは自分だけっていうのがありました、はい、そこをまあどうこう、まあ、楽しかったっていうのがもちろんだと思うんですけども、なんかこう寂しくなる時はなかったですか。でもそのテニス始めた時にもう一人の友達と一緒に始めてたんで、まあ、常にっていうわけじゃないけど、あのその人たちとその友達と2人で一緒にいたり知ってましたね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ福井さんも田村くんも友達がね、あの一緒に進んでたので、まあ、今まで続けてこられたっていうところなんですが、はい、とてもですね富士大のテニス部優秀ということで、ではですね今までの大学の成績を教えていただきたいなと思うんですけれども、お願いします。はい、女子は東北一部リーグ優勝と全国王座ベスト8、うん、あとインカレの個人戦シングルスとダブルス出場です、うん、はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、では男子の方田村さん紹介お願いします。はい、東北学生テニス夏季トーナメントのダブルスで2位 と、うん、東北学生選抜室内テニス選手権大会のシングルス3位とダブルス3位です。素晴らしいですね。初歩的な質問なんですが、まず公式と軟式っていうのは、ボールが違うっていうのは分かるんですけどもルールは同じですか。違う、あールールもやっぱり若干違うんですね。やっぱり親しみのあるというか主流なのはやっぱり公式がです。そうですね、そうです。どうしても中学生の、まあ、岩手県は多分軟式が多いんですけど、始めるのは皆さん高校から公式なのかなと思うんですが、だと公式っていうのは主にどういうのがこう目立つというかルール的に。ボール打ち方、あ打ち方が全然違う、ね、ソフトテニスは、うん、なんかセカンドサーブ下からとか、あとバックも、バックも、ね、同じ面で打つ。そうですね、でもテニスは、はい、コシテニスは裏表、裏表使ってどっちでも大丈夫。多分その打ち方したら怪我しちゃうね、はい、ああ、はい、そっか。大体時速何キロくらいなんですか、速いボールで。まあ女性と男性違うと思うんですけど、100は行く、速い人だったら。なるほど、100は行くんですね、はい、ああそれを片手もしくはこう支えながら、はい、はい、ああ。あ、ちょっと今思ったんですが、部室とかあるんですか。部室は一応あります。テニス部あります。あります。ありますね。なるほど。じゃあ収蔵カレンダーとか飾ってたりとかない。ない。飾りますか。飾りましょう。ちょっとねひらめいたんですが、あれベストセラーというかね、一応ランキングに入ってるので、書店売り上げに、はい、ちょっと聞いてみましたけれども。ありがとうございます。ではですね、ちょっと質問内容、まあ、あのいつも聞いているんですが、テニスというスポーツが、まあ、自分にとってどのような存在なのかっていうところでですね、教えてほしいなと思うんですが、お願いします。やっぱずっとテニスしてきたので、はい、亡くなったら何も残んないですね。なるほど、まあ、かけがえのないもの、はい、そして生活の一部、はい、うん、
はい、ありがとうございます。やはりテニスというスポーツ、いろんなことをね、そのつながりでいろいろ教えていただくと思うんですけれども、聞くところによると子どもたちにも週2回教えているということですけど、いかがですか、子どもたちの目線とやっぱり自分たちの目線って振り返ることができるので、自分たちも疑問に思ったことを、まあ、解説することができると思うんですが、子どもたちと話してみていかがですか。やっぱり通じない部分もあるんで難しいですね。もうどう言葉をいろいろ選んでいかないと伝わらないんで、どう伝えるかも難しい。でも楽しくできてるんで、ちっちゃいことは、はい、まあ、その伝わった時の感動っていうのがもうやりがいだったりとか、はい、教えたことができるようになった姿を見て、やっぱりこう自分もその安心感というか、部分になってくるのかなと思うんですが、はい、まあ4月からはですね、まあ、今は冬季始まってますが国体ということもあるので、ぜひぜひ富士大のテニス部も協力していただきたいなと思います。はい、ではここで前半部分終了したいんですが、では JSOUL ブラザーズの好きな田村くん、曲紹介をお願いします。はい、僕が選んだ曲は3代目 JSOUL ブラザーズの流星です。はい、ということで公式テニス部のお二人に来ています。今日は、キャプテンの福井めぐみさんと田村雄介くんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、日々部活をしていると思うんですけれども、はい、例えばなんですが、まあ、部活が終わった後の癒しだとか休日の過ごし方を教えてほしいなと思います。お願いします。休日は出かけます。盛岡とか。ショッピングですか。ショッピングとか、はい、もう美味しいものを食べに行ったりとかですね。はい、特におすすめとか今ハマってるものとかありますか。今ハマってるものはユッケ。書いてましたね。ユッケってでもそんじょそこらじゃ食べれないですよね。でも山中屋で食べれるんですよ。なぜユッケが好きなんですかね。一回問題になったじゃないですか。問題になりましたね。はい、生肉でね。生肉、はい、それでそれをきっかけに知って、ちっちゃい時に。でそっからちっちゃい時、小学校の時とかじゃないでしたっけ。そうです。もう年の差感じますけど。はい。そっから食べてみたいと思って。興味を誘う。はい。で食べたらすごい美味しくて、焼肉屋さん行ったら最近よく頼んで食べたくなります。なるほど。卵の黄身とぐじゃぐじゃとこう混ぜてね、はい、うわーもう顔が笑顔だ。めっちゃ食べたい。もうねえ、ユッケが好きということで、じゃあユッケをまあ食べたりとかカフェに行ったりとかっていうことですね。はい、お買い物とか、はい、休日の過ごし方、まあ、普段家帰って何するっていうのは何かありますか。ゲームします。どんなゲームが今好きなんですか。ゲームソフトはコールオブデューティー。アクションですか。戦場に出て戦います。たくましい。じゃあ迫力があるちょっと音声とかがねすごいですね。はい、すごいですね。はい、というキャプテンですが、田村さんはどんな休日と、休日は練習終わった後は、終わった後、はい、その1日オフとかだったら、ずっと寝て体を休めることを大事にして、で、まあ、なんだろう、時間があったら一人でカラオケ行ったり。一人でカラオケ、はい、花巻市ですか。もう行きますね。うん、北上とか、はい、それがもうストレス発散なんですね。あーですね、はい、はい、プロフィールにも歌が大好きというふうに、まあ、題は書いてないけど歌が好きというふうに。大好きです、はい、でそれしか歌わないというアーティストがいるんですが、それは何でしょうか。はい、エグザイルと3代目です。ダンスはちなみに。ダンスできないです。できそうだ、なんかね、はい、すごく小刻みに動きそうですけど。できないです、それは。はい、
はい、ということで、で、まあ、次の文化祭、ね、花巻の、ね、資料祭があったら、はい、いつもカラオケ大会がありますが、そちらで出場しようというふうに考えているんですね。来年、はい、来年度というか、まあ、そうですね、そうですね、出たいと思ってます。はあ、ぜひ優勝していただいてね、はい、テニス部に素敵な商品を、はい、頑張りますもう今言わせた感がありますよねありがとうございます。ということで、本当はですね、花巻に好きな場所はどこですかとかっていうことで皆さんにお聞きしてたあの回もあったんですが、今はですね、花巻にこれが欲しいなというものを教えて欲しいなと思うんですが、何かありますか、欲しいもの。スターバックスが欲しいです。スターバックス、はい、壁ですね、はい、はい、憩い癒せる場所、うーん、かっこいいですしね、はい、美味しいですよね。特に何がおすすめとかありますか。毎回頼むのが、うん、新商品とかあんま頼まないんですよ、うんうんうん、もう決まってるんですね、はい、キャラメルスチーマーっていうのがすごいハマってて、はい、いつも頼む。あ、はい、そしてフードも美味しいですしね。もうオレンジパウンドケーキ、あー美味しいんですよ。あとシナモンロールもね、あ、美味しい、うん、あれね、ちょっと温めてもらうとね美味しいんですけど、はい、そう、美味しいんですけれども、はい、やっぱりね、スタバを作ることで地域活性にね、つながるかなというふうにちょっと私花巻市民思うんですが、田村くんはいかがですか、欲しいなと思うもの、カラオケ屋じゃなくラウンドワンですね。はい、ラウンドワン欲しいですね。やっぱりラウンドワンで何か遊びたいものっていうのは何かありますか。まあ、カラオケもそうですけど、うん、あのボーリングがやっぱり、あ、はい、ここら辺にはないかな。潰れましたよね。そうなんです、前あったんですけども、泣く泣く泣くなってしまいました、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、精神面の部分でですね、ちょっと質問しますが、今、まあ、シングルだとかダブルスというようなあの成績の部分なんですけども、メンタル面とか、まあ、その自分をこう高めるためにすることとか、まあ、一番自分は一人で試合をしなきゃいけない部分もあったりするので、うん、そういった面で気をつけてることとか、これだけはこう欠かせずやってるっていうようなことは何かありますか。試合の時、うん、試合の時に大事にしているやっぱ3つ、うん、リズム、バランス、タイミングだけを考えて、うんうん、これはテニスの基本なんですか。テニスの一番の基本です。あ、タイミングっていうのはその、まあ球を打つタイミングとか、タイミングあと、うん、打つ時の体のバランス、うん、とリズムは、なんだろう、バランス、タイミングとリズム、リズムは1、2っていつも監督に教わるんですけど、うん、その1、2で打つリズム、うん、そのリズム全部の、そのいろんな球種にも全部それで対応すると、うん、まあ、絶対入るんで、それさえぶれなきゃ、うん、それを大事にしてます。最初の一歩だとか振るタイミングだとかっていうところですよね、はい、分からない部分多分私もいろいろあると思うんですが、なんとなくこう想像した部分でタイミング、リズム、バランスっていうのが基本だっていうのが、本当にありがとうございます、教えられました田村くんは何かありますか。僕は試合前に曲聴いたりだとか、うんうん、気に入った曲聴いたり、うん、試合前とかだったらそのいつも教えられてきた先生とか、先輩とかに教えてもらったことをメモしていることをもう一回見て振り返ったり、うん、一から忘れたことを思い出したりして試合に臨みます、うんうん、はい、自分では分かっているつもりでもやっぱり何かしら集中してしまうと忘れてる部分も多いので、はい、普段メモしてみた置いたものを、まあ、見直すっていうところでまた気づく、うん、はい、はい、ありがとうございます。ということで、このファイティングアワードの、お決まりというか恒例の褒め合いタイムに移りたいと思います。緊張しないでくださいねはい、ではですね、1年生の田村雄介くんから、福
井めぐみさん褒めていただきたいなと思います。日頃の感謝の言葉でも良いですのでお願いします。はい、福井さんは今キャプテンで、自分は今まだ1年生ですが、いずれ3年生とかになったらもしかしたら、もしかしたらっていうか俺が多分キャプテンになると思うんでそうですね、はい、心構えをしつつ、はい、はい、だから今の姿を見てお手本になるような指導力だったり叱るところ叱ったりを、行かせていけたらいいなと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ではその言葉を受けてキャプテン福井めぐみさんから田村くんお願いします。はい、やっぱ1年生には結構怒ることが多いのでいっぱい不満も溜まってるんですけど、いつかそれが自分のためになったなって気づいてくれる日があると思うので、それをまあこれから試合でもどんどん勝って頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあそうですね、部活動だったり大人の世界でもなんですが、声をかけられる叱ってくれることをありがたいと思わないと、もう声さえも叱ってもらえない自分になっちゃうと誰からも期待されないことになってしまうので、はい、そういった目をかけられているっていう部分はですね、ありがたく、そして、ぜひ実績にね移していただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ということでですね、いろいろと今お話ししてちょっと収録でですね今話してしまうんですが、すいません、ハプニングなどがありまして本当に福井めぐみさん、田村祐介さんにお時間を頂戴したんですけれども、富士大テニス部ということでですね、サイマル放送でも聞いている皆さんにも何かお伝えしたいことありましたらぜひお願いします。はい、やっぱ富士大テニス部人数が少ないので、やっぱ女子も2人で、勝つのも1人負けたら負けるっていう状況でギリギリで頑張ってるんで、やっぱ男子も女子も初心者でも経験者でもいいので体験でも一度来ていただければ、はい、楽しい部活って分かってもらえると思うので、はい、ぜひ富士大テニス部に入っていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、部員の少ない中で、そして怪我だったり緊張感だったりね、本当にそういう中での練習も続けていらっしゃるということで、本当に大変というか、まあ、楽しんでね部活もしているっていうのがすごく分かりましたし、そんな中で女性で、まあ、7人をまとめる、まあ、6人ですか、6人をまとめるっていう、福井めぐみさんも頑張っていらっしゃいますし、田村くんは聞くところによるとお兄さんも岩手県でテニスをしているということで、今度の大会では、まあ、兄弟対決が見られるかもしれないというですね、はい、楽しみな富士大学の公式テニス部ですので、皆さんそしてですね応援、皆さん入部もしていただきたいなと思います。今日はお時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。